気持ちいい。もうちょっと景色が。増えちゃったね。うんうん。部屋からあれが可愛かったんだけど、真正面からじゃない。どこあそこ？あの今正面に見えてるあの白い建物。ああ。ちょっと可愛かった。うん。すごいいい天気。あ、超逆光かな。うん。ませんね、バイク。うん、まもなく見えるんじゃないかな。どのぐらいの距離？ 2、3 キロ。ほんと、もう随分うねうねし始めちゃった。これより前に。あ、でも、だってあの船今曲がってるから、航路がここでまたぐっと。あれは何だって？これはタンリンクだから、あの、タンリンから来たの。あ、本当だ。大きいね。あら、でも、シリアの方が大きいのか。あんなに大きく見えるのに。タンリンクシリアって言うの。で合併したとか、はい、すごいね、島の間縫ってくんだね、本当に。こんだけの大きさの船でこんな狭い海峡を通って、しかもこんなにたくさん何層も何隻も通る。すごいね、本当にだから徐行してるもんね、ずっと。あれなんじゃない、こう出てく船の時間と入ってくる船の時間って決まってないから。そうだね、船が、うん、だってすれ違えないぐらい狭いんじゃないの、これは。すれ違えないけど、すれ違わないし、あそここれが曲がる時にバイクも見えるか、見えると思うよ、ここにいると。あの、あんまり潮の香りしてないね。うん、すごい内海だからね。うん、まあそれはそれでいいけど、あのほら潮の香り強いと髪の毛やメガネがベタベタになっちゃうから。 あれはでもなんていうか、潮の勝ってだけじゃなくて、こう波しぶきが上がって、うんうん、ああそっか。なんかちっちゃい島に可愛いお家が点在して、何しろ北欧なのでね。
でもこの時期の北欧でこんな格好してやるっていうのはやるのがいいね。うん、とても気持ちいい。あの辺の島はちょっとズームアップしてみて。今正面の、うん、うん、かわいいね。なんかボート小屋みたいな。かわいいね、あのボート小屋の色。あれ赤がこう何年か経って少し落ち着いてくると、うん、退色した色があって落ち着いた感じになるので。あ、でもこれ画面の中ではちょっと光輝いて色がちゃんと映らないかも。こういうなんか参考をもう少し考えればよかったよ、母屋も。本当だね。あの母屋はとにかく仕上げることに終盤を置いていたから。ていうかペンキの色を見た時にえって思う。俺は本当はなんかちょっとナチュラルっぽい色にしたかったので、初めは、うんうん、そうだよね、イメージしてる、うん、ずっとあの白木の板を張っていって、うん、これがちょっとなんていうか少しくすんだぐらいの色になるのかな。全然違う色に。そうそう、あれどうやったってあれかも。本当だよね。赤くするなら普通で、あれに一缶ちょっと混ぜて色を作れば、うん、作ってもよかったね。だって来ないねばいいと思うわ。うん、しょうがないので。でも間もなく、でももうそろそろだと。あれだ、見始めた。うん、この辺そうだ。あ、煙が見えてる、うん、どれどれ。ちょっと離れちゃったんだ。どうかな、これが曲がるまでに見えるかな。見えるといいな。さっきね、もっと近かったんだけど、うん、そう、私も見た。うわ、なんかこれ、ほら進んできてる、後ろに。っていうか、なんか今この辺を撮った方が可愛いかも。あ、白鳥が4羽並んで。あら、本当だ。あれ可愛い。白鳥あれ。そう。可愛い。島を2つぐらい一鎖で取って向こうに向けるとき、取ってちょうど出てくるぐらい。かわいいバルコニーがついてる。来た時まだトラックとか乗り込んでる最中だったよ。うん、
なってんのこれ。それ違うんだよ。それ違うんだ。ここにいてもよく見えるんじゃない？ダメかな？いいだろ。これは向こう側でしょ。あれ？シリアかな？ノーシンフォニーの方かしら？時間がちょっと。じゃあ何かな？潜水艦が動いてるよね。潜水艦が動いてる。何が動いてる？潜水艦、黄色いやつ。ほら、潜水艦じゃないか。普通のボートじゃなくて普通の船。の大きさじゃない？そう？シリアオイローパ。そしてほら黄色いのがこんなところまで。行こう。はーい。プルプルなっちゃうか。